皆さん、こんばんは。元気ですか？元気です。いやー、4日の日に民進党と自民党との間の国対委員長会談で合意ができた。いよいよ本会議で採決だと言って本当に頭にきました。ね、全国の国民もみんな頭に来たと思います。これはね、で今日でも朝、熊本の農政連の皆さん、朝やっぱりそれでもここに座り込んで、ギリギリまで座り込んで帰りました。で、私の知ってる農家の人、農協関係の人も自民党議員に見られちゃ困ると、どういう形かこっそりと声を上げずに来てます。農業関係者も本当に怒ってる、怒ってる。このままでいくと本当に日本の農業、私たちの大事な食料は自給率が本当に 10% 足らずになるんです。我々消費者にとっても大事な問題なんです。これを何としても今度4日の日、金曜日に今強行採決を委員会を立てて、そして夜本会議を開いて採決しようと自民党は目論んでる。我々は絶対にそんなことをさせてはならない。我々の勝負の時、この4日の日、これは三笠宮殿下の連想の儀、国会議員も午前中はみんな連想の儀に参加している。我々国民も喪に服す時に日本を売り渡すような、この TPP 協定を国会で批准させることは絶対に許されない。私たちもその日は喪に服して黒いネクタイをして黒いリボンをつけて、できるだけ黒い服装を着て、そして TPP の葬式を4日の日出す。どうでしょう皆さん、どうでしょう皆さん、4日の日は TPP 協定のやる葬式の日、その日は三笠宮殿下の連想の儀、そして私たち国民が喪に服する日、その日に同時にこの TPP 協定を何でもかんでも強行採決しようとしている自民党に対して、我々はできるだけ黒い服で喪に服して、そして黒いネクタイをして黒いリボンをつけて、ここに12時正午に集まろうじゃないですか。皆さん、 Facebook のネットで、あるいは Twitter で、あるいはブログでそれを呼びかけて、この国会前に本当にできるだけの人を集まってもらい、何が何でもこれを止めよう、我々の意思で止めよう、我々の強い意思でこれを止めよう、みんなで頑張りましょう。ありがとうございます。それでは。